オンラインでやっ俺とこへ来俺もないけど、心配するな。皆さん、こんにちは。安藤寛の金のないやつは、俺んとこへ来いの時間です。講師の安藤寛先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、本日のテーマはこちらです。緊縮財政とグローバリズムはセットとはどういうこと。 です本日はクマン48さんから頂戴いたたししましたよく「緊縮財政とグローバリズムはセット」というご意見を伺いますがなぜ親和性が高いのでしょうかグローバル企業にとってマーケットが大きい方が儲かるからいいという話にはなぜならないのでしょうかというご質問をいただいています。ははいいい、ね、ありがとうううございますここれねね僕もねこういう疑問は 持ってるんですよ、実は。あのー、やっぱりね、緊縮財政じゃなくて、積極財政にした方が、結局グローバル企業とかも儲かるじゃないかと。僕もね、その通りだと思うんですよ。だけれども、グローバル企業はそういうことは要求しないと。緊縮財政をやってもらいたいってことを要求するんですよね。なぜかと言ったら、まあ、これは答えはこういうことなんですけれども、緊縮財政をしとくと。 経済を成長させるっていうかそれぞれの企業が儲かるのは難しくなりますよね。でそうするとそれぞれの企業が儲けるためには規制緩和だとか自由化だっていうことが通りやすくなるわけですよ。で規制緩和だとか自由化だとか、うん、そういうことをすると今まで規制で入れなかった分野にグローバル企業が入り込みやすくなるわけですよね。<ー>うん、だから今まではその 閉ざされた市場であったところが積極財政でそこが十分潤ってるとその規制がそのまんまでいいということになっちゃうんで他から入り込めないで他から入り込むためにはこれ緊縮財政にしてこのまんまじゃ潤えないとだから規制緩和だみたいなことにするといろんなところが開放されてこういう大企業が入り込みやすくなってでまあそれでその市場が我が物になるとまあそういうことになるんですよね なるほど確かに今までこうたくさんの小さな中小企業が頑張っていたところがそれがどんどん駄目になっていってしまうと、うん、あとは大きな企業特にグローバル系の企業が日本に入ってきて、うん、大きな会社ができるというようなことが今までのやり方だったんでしょうか、うん、結局あのそこでは低賃金化が行われて、まあ、それでどこかのグローバル企業にその利益が吸い上げられていくという。うん まあそういううい仕組みが出来上がっちゃうんですよねこれ規制があるとそういうことをやっちゃダメとかあるいはあの、ね、昔だったら大規模店舗小売法は規制されていて、はい、商店街があるところには大きな店舗は出しちゃダメと。 でそういうのが出すためには地元の豪雨を取らなきゃいけないっていうことで、まあ、そういうのはあの規制されていたわけだけれども、まあ、そういう規制緩和がされると大規模店舗がドーンと出ると、まあ、そういった中小企業ね父ちゃん母ちゃんでやっていたようなお店が競争で負けて潰れていって大企業だけが儲かるという仕組みになりますから。 まあ、そういうのが緊縮財政ともセットになって、えー、で成長するためには規制がいけないんだっていうそういう間違った思い込みが通りやすくなるわけですよねそういう説明が。だから規制緩和とかがやりやすく,ややすくなって大企業が儲かる仕組みが通りやすくなると、まあ、そういうことですね。 前に先生が銀行の会でお話しされていた会がこのお話とすごく近いかなと思ったんですがその説明ももう一度よろしければいいですか。はいはいまあ、銀行業法の改正がねあのついこの間やられまして、まあ、これは銀行が儲からないとで銀行が儲からないのは何でかっていったら銀行の努力が足りないからだ。 っていう話になってで日本の銀行はもう規制でがんじがらめになっていて、えー、自由な取引がはできないとでアメリカを見てみなさいとアメリカの銀行はものすごい儲けてるじゃないですかだからアメリカみたいに規制緩和をしてありとあらゆる業種に銀行業が入れるように日本も銀行法 銀行業法の改正をしなきゃいけないよっていうことがなんかまことしやかに語られてですねそれで銀行業法が改正をされたんですけれどもまあそれで銀行は今まで中小企業のの株とかか買買ええななっったたが買えるよようになったんですよねまあそうすると銀行っていうのはやっぱりものすごい資金量とものすごい情報量を持っているんで圧倒的に強いんですよやっぱり。 だからそういうところが中小企業の株を持てないようにするっていうのはそういう圧倒的に強い力が持,持っているものがそんなに力を持ちぎちゃいけないよねっていう昔の人は本当賢かったと思うんですけど、うん、まあそれをその制限を取り放ってしまったらもう銀行はこれからどんどん大きくなって地域の経済を支配するように。 なりますよねこれ本当にやっちゃいけない規制緩和であったわけですけれども、まあ、そこに今グローバル企業はさらにもうこういうのを先読みをしていて今外資がどんどん日本の銀行業の免許を取ってますから日本の中小企業でめぼしいところはこれから外資の銀行免許を持った人にどんどん買収されるということになっていきますね。 これからそうすると本当に海外の大きな一つの企業だけが存在して、うん、あとの日本のさまざまな企業がこう淘汰されてしまうようなそんな状況になってしまうのではないかと不安になってしまうんですが、うん、それをしっかりこう防いで日本の中小企業、うん、お父ちゃんお母ちゃんがやっていたようなお店も守るというようなそそ、はい、そんなな政策が必要かなって思いますすすううですそうですだから昭和の頃なんていうのはそういうところをちゃんと守ってたわけですよね。うん これがでもその規制がいけないとかそうやって保護していたらいけないもっとみんな競争しなきゃいけないとか言ってどんどん規制が緩和をされていくわけだけれどもでもやっぱりこう本当に政府がやらなきゃいけないのは自国の産業の育成であってあの他国を入れてとにかく競争したらみんなが幸せになるんだみたいなそんな幻想に惑わされちゃいけないんですよね。うん 国の産業そして産業を育成するこれからの若い個人たちの人生を守るということが大事なんででですすすよねそ、はい、そうですそうですだからもう積極財政をやってでちゃんと国内の産業が国内の需要で活動できてそれで十分な利益が上げられると。 まあそういう仕組みが実は一番幸せなんですよねそうですよね緊縮財政とグローバリズムのセットの世界ではなく、うん、ちゃんと積極財政とそして国内の産業が守られるそんな社会にしていきたいなというふうに思います、はいはい、というわけでクマン48さんご質問いただきありがとうございました皆様からのご質問やコメント先生も一つ一つご覧になっています、はいえー、チャレンジ0001さんはやさんきゃんはまさん ウォーターマンさんありがとうございますはい、皆さんありがとうございますそしてこれからも皆様のコメントやたくさんの質問もお待ちしておりますのでぜひコメント欄にお書きくださいそれでは本日も安藤先生解説いただきありがとうございましたはいありがとうございました